こんにちは、楽天の板倉と申します。本日はリライングパーティーにおけるファイル実装展開の課題と展望と題しまして、弊社のようないわゆるエンドユーザー様にファイル認証でログインできるサイトやサービスを提供する立場においての実装や展開上の検討ポイント等についてお話をさせていただきます。私は現在、楽天のエコシステムサービス部という部署で楽天 ID の担当をしております。またファイルアライアンスの活動ではジャパンワーキンググループのリーダーシップに所属させていただいておりまして、参画企業の皆様のお力を借りながらいろいろな技術的な議論も進めております。本日は一楽天としてだけではなくて、ワーキンググループで議論している内容を踏まえお話をさせていただきます。アジェンダですが、まず楽天の取り組み概要をお話しさせていただいた後、なぜ楽天のような企業にとってファイルが重要かを振り返り、実装・展開におけるポイントや今後の展望についてお話しいたします。弊社のこの1年間でのアップデートとしまして、ファイル UF ベースでの認証が一部のサービスで利用できるようになっております。ユーザーさんは楽天認証アプリをダウンロードいただくことで、スマートフォンを認証機としましてファイル認証することが可能です。そして WebAuthn ベースでの認証も開発を進めております。なぜ楽天のような企業にとってファイドが重要なのかという点ですが、本日は特筆すべき点として2点お話しさせていただきます。1つ目はファイドが標準技術であり、さまざまなサービスで利用できるという点です。楽天ではエコシステムという考え方で、共通の ID でエコシステム内のサービスを利用し、お持ちの資産を活用できるという枠組みを形成しています。そのため、いかに簡単にエコシステムにアクセスし、サービス間をシームレスにご利用いただくのかという点を非常に重要視しております。しかし、現在複数のサービスで様々な ID 基盤が存在することが課題となっておりました。ID 自体は連携しているんですが、各事業の要件に応じて、例えば Google オーセンティケーターを第2の認証要素として利用していたり、SMS OTP を利用している。それぞれ UI も異なるということで、これをどう統一していくかということが課題となっていました。ファイルという標準技術を活用することは、スムーズなオンボーディングを実現し、さまざまなサービスの ID を統一していくことに寄与できると考えています。具体的には、開発の観点でもさまざまな公開されているリソースを活用できますし、スキルを持った技術者を採用するということも検討しやすいです。また、コミュニケーションの観点においても、特に私のチームは外国籍のメンバーもいたりするんですが、標準的なプロトコルをベースに会話できるので、コミュニケーションも取りやすいと感じています。さらには、この後触れるフィッシング体制にも関連しますが、各サービスで統一されたセキュリティレベルを確保できるというのも、楽天のように複数の事業を展開している企業にとっては重要なポイントでした。では、その2つ目のフィッシング体制についてお話をさせていただきます。皆様も楽天を語るメールを受け取ったりされたことあるかもしれませんが、楽天は日本でも上位5つに入るフィッシングの多いブランドとして報告がされています。攻撃数自体も増加しておりまして、送信ドメイン認証ですとか、さまざまな対策を講じております。今年の夏には、携帯各社さんとも合同で、フィッシング対策の注意喚起のアナウンスをしていたりもします。近年では、ワンタイムパスワードを悪用した、二要素認証でも防げない中間者攻撃など、攻撃はさらに多様化、高度化しており、対策が必要になっています。このような状況下で、よくファイルはフィッシング耐性があると言ったりしますが、具体的にはどのようなことなのでしょうか。ちょっと深掘りしてみたいと思います。まず第一に、ファイル認証とパスワード認証などの大きな違いは、ファイル認証は利用者とサーバーで秘密を共有しないという点にあります。ファイル認証では、サーバーに秘密の情報を保存せず、認証機で行った
本人確認の検証結果のみをサーバーに送信します。このため、機密の情報がネットワーク上に流れず、サーバーにも保存されないため、これらの情報を盗むことを目的とした攻撃に対して、強い耐性がある認証方式といえます。次に、ファイル認証においては、この図のように認証機は Web ブラウザを介して、特定の RP サーバーとの間に信頼関係を構築します。具体的には、ファイル認証の際に認証機は Web ブラウザーから受け取った RP サーバーの識別子に対して署名し、RP サーバーはその署名を検証します。これにより、正規の RP サーバーとドメインが異なるサーバーでは、ファイル認証を行うことができず、偽サイトに誘導して、ユーザーのパスワードを盗み出すようなフィッシング攻撃に耐性があると言えます。また、ファイル認証は、チャレンジレスポンスの仕組みに基づいており、一度だけ有効なチャレンジを送付して、それに対して署名して返す。この仕組み自体も、中間者が入り込んでも情報を再利用できず、フィッシング耐性があると言えます。もう少し詳しく言うと、単純なチャレンジレスポンスの仕組みの場合、中間者はチャレンジとレスポンスを各々リレーすれば、理論的には成りすましで認証できてしまいます。それを防ぐために SSL を必須として中間者の加入を防いでいること、RP の ID を署名の中に結びつけているというのがポイントになっています。ではここからは、リライングパーティーとして、ファイド実装展開を進める際、どのような点が課題となりうるかお話をさせていただきたいと思います。まずはじめに、端末、OS、ブラウザーのバージョンの違いによる制限への対応についてお話しいたします。WebAuthn は、すでに複数のプラットフォームの主要なブラウザーでサポートされています。こちらに載せておりますサイトは、結構便利なサイトで、見ていただくと今のサポート状況を確認することができます。ただし、サポートしているといっても、プラットフォームによって若干の仕様の差異がありますので、そこが注意のポイントです。私たちもプラットフォーム単位にテストを行い、例えばこのデバイスとこのブラウザーとこの OS の組み合わせの場合は、このような制限があるですとか、挙動が異なるですとか、管理を行っておりました。そのようなテストや仕様を確認する際には、この WebAuthn.io というデモサイトも活用しておりました。こちらも公開されているサイトで、WebAuthn の挙動を確認することができますので、実装の問題なのか、仕様の問題なのか、切り分ける際にも便利です。また、こちらのサイトも公開されているサイトで、使っているサイト、ブラウザーが WebAuthn のどのような機能に対応しているのか表示してくれるサイトになります。このサイトも WebAuthn のサポート状況をテストするときに便利です。先ほど仕様の差について表で例示させていただきましたが、2つほど切り出してご説明をさせていただきます。まず1つ目はエラーメッセージです。プラットフォームの違いによって表示されるポップアップの内容も異なってきます。ですので、ユーザーさんを混乱させないように、FAQ での補足説明を考慮したいですとか、ユーザーさんが何をしたらいいのか分かりやすいようにメッセージングの配慮を検討しています。もう一つの仕様の違いの例は、ディスカバラブルクレデンシャルです。このオプションは、秘密鍵に関係するすべての情報を認証機の内部に格納するという方式になります。これを利用すると、ログインしようとすると、この図の右のように、アカウントを選ぶ画面が表示され、もはやユーザーさんはパスワードだけではなくて、ユーザー名すら入力する必要がなくなるという、非常にユーザビリティの観点でも影響の大きいオプションになっています。ただし、このオプションはプラットフォームによってサポートされていたり、されていなかったりします。このように、機能のサポート状況や表示の仕方だったり、仕様そのものに違いがありますので、RP としては、なるべくシームレスにお客様にご利用いただけるように配慮しつつ、ファイドアライアンスのような標準化活動に貢献することで、
標準化できる部分は標準化をしていくといった取り組みが大事かと思っています。次に、その他にもお客様にスムーズにご利用いただくための実装上の考慮点や、今後注目している技術がありますので、簡単にご紹介させていただきます。まずよくドッグフードと言ったりもしますが、実際にエンドユーザーさんにご利用いただく前に、社員にパスワードレス認証を活用してもらうことで、製品自体の品質の向上と各サービスへの展開しやすい下地作りをしました。そのようなドッグフードや実際の実装の中で確認されている課題の一つが、現在の WebOS の仕様だと、クライアントがファイルクレデンシャルを持っているかどうか事前にわからないという点があります。具体的には、まず1台目のデバイスでファイルのクレデンシャルを登録します。その後、別のデバイスを2台目として登録しようとすると、RP はそのクライアントの鍵の登録状態を判別できないので、WebOS の認証処理を求めて、認証エラーになってしまうという処理になってしまいます。本来であれば、認証エラーを出すのではなくて、デバイス登録を求める画面に遷移させたいのですが、それが難しいので、ユーザビリティ上課題があります。現在はこのような課題に対する対応として、RP 側でエラーメッセージを工夫したり、FAQ でフォローしたりしているんですけれども、WebOS のレベル3では、このような課題を緩和できるかもしれない議論もなされています。その一つがこちらのコンディショナル UI です。ユーザーがファイルクレデンシャルを持っているかどうかを検出して、まるでパスワードマネージャーのように入力ボックスにファイルクレデンシャルを表示するといった機能になります。ちなみに、このコンディショナル UI の技術は、クラウドにファイルの公開鍵を保管するという技術が後ろにあります。そもそもファイルの認証は公開鍵暗号に基づいていますので、鍵の管理をどうするのかというところも実装の際の検討の一つのポイントかと思います。また、アクセシビリティも検討が必要なポイントです。弊社の場合ですと、専門の UI をレビューする部署がそのようなレビューになっています。ファイルの認証というのは、生体認証で行われることが多いかと思います。どのような身体的な特徴を持つ方にも、どのような年代の方にも、広く簡便にご利用いただけるよう検討していく必要があります。この点については、ファイルアライアンスの中でもワーキンググループで議論が進んでいます。また、WebOS の標準では取得できないような情報についても、要件に応じて実装を検討しています。例えば、レスポンスにデバイスのフレンドリーネームが含まれますが、よりサポートしやすく、ユーザーさんも管理がしやすいように、ユーザーエージェントなどから追加の情報をお客様の同意が得られた場合には取得管理するなど、WebOS の標準に追加した実装を実施、検討しています。また、その他の追加の実装として、様々な不正検知の仕組みとの連携を行い、ファイルのレイヤーだけではなくて、セキュリティレベルの向上に対する検討を進めています。冒頭でお話をさせていただきましたが、楽天は非常に事業体が多いので、サービスに合わせたカスタマイズというのも、広くファイル認証を展開していくには重要なポイントとなっています。例えば、サービス要件に応じた認証方法の提供であったり、標準プロトコルは利用しつつ、カスタマイズの余地を残すことで、広く要件に対応するというところもポイントとなっているかと思います。もう一つ、コンシューマー向けのファイド認証ならではの考慮点としましては、パフォーマンスの観点もあるかと思います。特に弊社の場合ですと、大規模なセールを実施する際など、ある特定のタイミングにたくさんの認証要求が一度に来ることが想定されるので、システムのチューニングやモニタリングも気をつけています。アカウントリカバリーも、やはり重要な課題の一つです。特にコンシューマーのファイル認証の場合、セキュリティ機を配ることは難しいですし、デバイスを複数お持ちでない方もいらっしゃいますので、ユースケースに応じたソリューションを検討する必要があります。現在では、そのようなアカウントリカバリーのソリューションとして、ワンタイムパスワード、いわゆる OTP というのが
メジャーな選択肢になっているかと思うのですが、注目している技術として WebOTP という送られてきたワンタイムパスワードを紐付けられたドメインのサイトに自動で入力するという技術があります。紐付けられたドメインにのみ入力するので、フィッシング耐性もありますし、ユーザビリティとしても便利なので、有効な選択肢として注目しています。最後に本人確認の重要性についても触れておきます。ファイド認証を利用する場合にも、デバイスを登録する人が本人じゃないと、なりすましをすることができてしまいます。特に弊社のような事業体の場合、お子様と親御さんでデバイスを共用されていたり、デバイスとご本人が1対1じゃないことも考えられます。そのため、本当にご本人なのか、許可してよいデバイス登録、認証なのかというところを、いかに担保するのかというところも、検討の重要なポイントと考えています。まだまだ道半ばなんですけれども、ユーザー検証を強化するですとか、機密の質問の利用などの容易なリカバリーを配置していくですとか、一つずつこの本人確認の強化についても取り組んでいます。ここまでいろいろと課題や展望についてお話をさせていただいたんですが、共通的な課題の対応策として3点挙げさせていただきます。1点目は段階的なリリースです。プラットフォームによって機能の差があったり、サービスによる要件の違いをうまく吸収していくために、この段階的なリリースというのは有効と考えており、一つずつリリース、確認、検証を繰り返すというアプローチをとっています。また、FAQ を充実させて、ユーザーさんにどのように行動していただきたいのかを明確に丁寧にご説明するということも重要な対策かと思っています。WebAuthn が利用できない場合の代替策、他の認証方法も用意しておくというのも現状では必要なポイントかなと思っています。最後に簡単に UX のお話もさせていただきます。ファイドは標準技術として公開されてから年月も経っており、どう展開していくのかというところに議論が進んでいます。今年の6月には UX ガイドラインというのも公開されておりますので、この中身を簡単にピックアップしつつ、ポイントを見ていきたいと思います。この UX ガイドラインは、ユーザーさんがファイド認証を利用する際のそれぞれのステップに沿ってポイントがまとめられています。まず、ファイド認証自体をユーザーさんに知っていただく必要があります。様々な方法でファイド認証が利用可能であることをお知らせしたり、わかりやすくファイド認証に誘導する。社内でもカスタマーサポートの教育など、かつ訴求していくといった取り組みが必要になります。例えば UI ですと、このようなイメージで、わかりやすくファイド認証を使うことができることを示します。こちらは弊社のサイトの画面ショットになりますが、ファイドや WebAuthn という言葉自体が全てのエンドユーザーさんに認知されているというわけではないと思うので、安全で快適な認証方法というファイド自体の価値にポイントを置いたメッセージングをしています。登録の誘導の際にも、やはりシンプルで分かりやすいメッセージで登録処理を進めてもらうというのが重要になります。サンプル UI でも、例えば生体認証のアイコンを入れることで何をすればいいのか分かりやすくしたりといった配慮がされています。弊社の UI でも、デバイス登録がされていないユーザー様に簡単に登録していただけるよう、シンプルなメッセージングや分かりやすいボタンの表示などを配慮しています。実際の登録処理も、これまでの登録プロセスと同様、分かりやすくというところがとても重要で、登録処理をキャンセルする方法もちゃんと提供するというところもポイントかと思います。認証画面では、これに追加して、他のサインオプションもちゃんと提示するというところも気をつける必要があります。この UX ガイドラインには、デモサイトのリンクもあり、端末管理の画面イメージなども確認できるので、よかったら見ていただければと思います。
最後にポイントを振り返ります。まず、ファイドの標準技術活用による認証方法の統一の可能性やフィッシング体制というところは、弊社のような企業にとってファイドを活用するメリットと言えるのではないかと思います。一方で、実装するにあたってはいろいろと考慮しないといけない点もありますので、段階的なリリースや FAQ の充実などを通じ、機能拡張、検証を続けていくことが重要です。WebOS のレベル3ですとか、ファイドアライアンスのワーキンググループの中でも、このような共通課題を解決するような周辺技術への議論が進んでいます。技術的なバックエンドの実装のみならず、UX も考慮することで、さらなるファイル認証の展開を可能性を広げていくということが重要かと思っています。本日はお時間いただきありがとうございました。